皆さん、こんにちは。舞台、テレビドラマ、映画と幅広く出演し、その確かな演技力と存在感で石原裕次郎さんや高倉健さんといった大スターからも尊敬を集めていた奈良岡朋子さん。今回は奈良岡朋子さんが生涯独身を貫いた理由と死因について調査しました。最後までご視聴よろしくお願いします。1929年12月1日生まれ、東京都の出身です。1948年に民衆芸術劇場附属俳優養成所1期生で、同年初舞台デビューをしています。そして1950年に劇団民芸創設、1954年レンガ女工で初主演をし、1992年には紫綬褒章を受章されています。奈良岡朋子さんの学生時代は戦争中でした。通っていた女学校が戦闘機の無線機工場になり、奈良岡朋子さんも動員されたそうです。最近の若い方には信じられない時代でしょうね。戦争が激しくなると青森へ疎開しています。終戦後東京に戻り、女子美術大学に入学しました。そこで奈良岡朋子さんは演劇部に入りますが、担当はまさかの舞台装置の係だったそうです。その後民芸を受験して合格、女優としてのスタートを切ることになります。ここからが奈良岡朋子さんの壮大な女優交友歴の始まりでもありました。リアルタイムでの奈良岡朋子さんを見たことがない方も多い時代となりましたが、洋画の吹き替えでご存知の方も少なくないと思います。有名女優、ジャンヌ・モロー、アン・バンクロフト、キャサリン・ヘプバーンなどの映画の吹き替えの声を担当。往年の有名女優のイメージに奈良岡朋子さんの声はぴったりです。やはり声の気品が違いますよね。名優と言われている方々は演技はもちろんですが、その声も素晴らしいと評価が高い方が多いと思います。その魅力ある声と声優としての表現力から、奈良岡朋子さんは朗読でも有名です。私が驚いたのは、女優歴はもちろんですが、奈良岡朋子さんの壮大な交友歴です。かなりの昭和の大スターたちと深い関係があります。よくビッグスターがお亡くなりになるとに奈良岡朋子さんとの深い交流が報道されています。その一部をご紹介します。大滝秀治さん、民芸の第一期生同士、石原裕次郎さんが最も尊敬していた女優美空ひばりさんの親友で、和江と呼ぶ中、民谷二郎さんは実子のようにしたい、奈良岡朋子さんに遺書を残す。池内淳子さんとは大親友、吉永小百合さんの結婚式の介添え人を務めました。高倉健さんは毎年奈良岡さんの父母の命日に線香を持ってきてくれた仲です。大竹しのぶさんを養女にしようと思っていた三國連太郎さんとは、映画「釣りバカ日誌」で皆さん知っての通り20年来の夫婦役でした。森光子さんの葬儀では弔辞を寄せるほどの仲、黒柳徹子さんとは同期などなど、書ききれないほどです。65年以上に及ぶ女優人生ですから、奈良岡朋子さんの歴史がそのまま昭和の芸能界の歴史のようです。残念ながら奈良岡朋子さんは結婚はされていません。演劇と同じくらいにのめり込める相手とは出会わなかったので結婚をしなかった。奈良岡朋子の人生は一つでも役者としては様々な人生を生きられるから後悔はない。あるインタビューでも結婚についてこうコメントを残されています。また昔劇団民芸の師匠だった宇野重吉さんから、結婚すると声がぬかみそ臭くなるからするなと言われたそうで、恋は舞台の上だけで引きずらない、ニュートラルでないと次の役が入らないじゃない、私はいつもフリーでいたいと独身を貫かれているのだそうです。さらには過去に交際を噂された方も誰一人いなかった徹底っぷりでした。そして当然お子さんもいらっしゃいません。ただお子さんは欲しかったようで、前述した大竹しのぶさんを本気で養女にしようと思っていたそうです。こういう子を養女にもらいたいと思ってたと語っておられたことがあったそうです。実はお二人は1975年に放送された NHK 調の連続テレビ小説「
水色の時で初共演されて以来、実の母子のようなお付き合いをされているそうで、実際には奈良岡さんは大竹さんを養女にはしていないものの、実の娘のように可愛がっておられたそうです。そんな奈良岡さんはお亡くなりになるまで都心の一等地にある高層マンションで一人暮らしをされているそうですが、同じマンションにはプロデューサーの石井福子さんと女優の若尾文子さん、そしてお亡くなりになられた女優の京真知子さんも同じマンションで暮らされていたそうです。石井福子さんは15年ほど前に奈良岡さんからいい物件があると教えられ、モデルルームを見に行ったら気に入って住むことを決めました。奈良岡さんも住むようになって引っ越しを考えていた宮子さんにも勧めました。若尾さんはご自分でお決めになって、ある日マンションの玄関でばったり会ってびっくりしましたと、3人が一つ屋根の下に集まった経緯を明かされています。また石井さんは1年に一度お正月にうちに集まって夫そのお祝いをします。普段でも何かあればお互いに電話するし、お裾分けもする。奈良岡さんはあまり炊事をしないから、私が朝おにぎりを作って彼女の部屋のドアノブにかけることもありますとも明かされているのですが、ある芸能関係者によると、大女優ほどプライベートを見せたがらないものですが、手料理をドアノブにかけてインターホンは鳴らさないという絶妙な距離感がポイントです。プロデューサーである石井さんならではの配慮があるから、大女優の同居が成立するのでしょうとコメントをされていました。そんな奈良岡智子さんですが、3月23日に肺炎で亡くなったことが3月29日に所属事務所から発表されてしまいました。93歳でした。葬儀は近親者のみで26日に執り行い、香典供華は辞退とのこと。奈良岡智子さんの意思によりお別れの会などは行わないようにされたようです。3月29日4月5日までの期間限定で劇団民芸 YouTube チャンネルで約10分間のドキュメンタリー、ある女優奈良岡智子が公開中です。興味のある方はぜひご覧になってみてください。また悲報を受けて親交が深かった俳優中台達也さんがコメントを発表しています。奈良岡智子さんと共演したドライビングミスデイジーではほとんど5年近い歳月、日本各地で300ステージを超える舞台をご一緒させていただきました。同じ戦後の華やかなりし新劇世代ですが、彼女は私よりも2、3年先輩で、私が俳優座の養成所に入った頃にはすでに新劇界の輝くスター的な存在で、我々の憧れの的でもありました。ドライビングで一緒になった時も古い友人に会ったような親しさがあり、繊細で細やかな彼女の心理描写には学ぶことが多かったものです。コメントからもわかるように後輩からも慕われていた名女や、さらには親交が深いその他のスター俳優を見ても彼女がどれだけ慕われていたかが伝わってきますね。心よりご冥福をお祈りします。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。